はい、皆さんこんにちは、フォトグラファーの渡辺美沙です。今日はね、2つ写真があるんですけれども、もうどっちもすごくお気に入りの写真なんですけど、こちらの写真にしようかなって思ってます。成人式の写真もよく撮影させていただくんですけれども、時々ですね、やっぱり晴れ姿を見たいと言っておばあちゃんがね、一緒に来られるんですよね。でやっぱりお着物の可愛らしいね、二十歳の女性を撮るだけじゃなくて、やっぱりその中でこういう家族写真を残してあげたいなって私は思って、いろいろ2時間ぐらいかけて撮る中で、必ず、まあ、おばあちゃんとかは、いやいや私なんか写真とかね撮られたくないとか言うんですけれども、もう洋服なんておばあちゃん関係ないよって言って、もうとにかく記念だから撮ろうって言ってね、撮ったらすごい笑顔で笑ってくれたんですよ。これね、親子3世代です。おばあちゃん、お母さんね、娘さん、本当にね家族がいい笑顔で、記念写真を撮らせていただくことができました。なんていうか、やっぱり記念の日に写真を撮るってすごく大事なことで、家族のね絆が深まるというか、もちろん思い入れのある一日にもなるし、私にとってもやっぱりね、こう涙が出る瞬間でありますね。なんかいろいろ自分のことも思い出すしですね、っていう成人式の撮影でした。この秋もいろんなお客様にお会いすると思うんですけれども、今後もフォトフィスバザーリフォーよろしくお願いします。なんか宣伝になっちゃいました。ではこの辺で。